もう少し待て。静かに。聞こえた？用心しろ、離れるな。ねえ、光まで行ったらどうやってビフレストに入るの？魔女は踏み入れと言った。そうなの？ここから引き戻された時な。え、聞こえなかった。目的よりも魔女を心配していた。静かに。抑えておく。ナイフを使え。危なかった。そばから離れるな。分かってるよ。崩れ落ちるかもしれん。素早く進むぞ。Yeah!
しろ。流れてく、蘇ったんだ。あれ、光が歌ってる。聞こえる。母上だ。やっぱりそうだったんだ。この中にいるの。ああ、痛かった。手が燃えたかと思った。ここにいろ。でも僕も。ここで待っていろ。いざという時にだけ使え。僕に斧をくれるの？お前に預けるだけだ。勘違いするな。それでも。
だよ。置いてかないで。アトレウス。一人ぼっちだ。父上はいつも家にいない。僕なんてどうでもいいんだ。お互いのことをよく知らないし、気にしてもなさそう。でも僕は強いし賢い。父上は僕を分かってないんだよ。父上は僕に何もしてくれない。父上じゃなくて父上だったらよかったのに。だけど本当は父上が好き。変わってほしいだけなんだ。ほんの少しでも。そしたら僕も頑張る。でも変わらないなら戻ってきてよ。どこかにいるんでしょ。手に入ったの。ああ。見て、出口。